こんにちは、シェアピクリエイターでエンカアドバイザーのつまきです。動物さんとの幸せ共有体験、シェアズハピネスイズアニマルズを略してシェアピの楽しさと作り方をお伝えするシェアピテレビ。シェアピ式な動物園の楽しみ方は、飼育員さんが動物さんのために用意した選択肢を知ってシェアピることです。ということで今回は福岡県にあります大牟田市動物園に取材に来させていただきました。ありがとうございます。そしてこの動画はサムさんたちの選択肢をどんなものを用意しているかっていうのを教わりましたので、それを知っていただいてシェアしていただければと思います。ふさおまきざるさん家にご飯セット、お掃除は昨日の夜に、あ、すみません、終わってるんで、なるほど、はい、朝はご飯の準備から始まります。あら、フィーダーに入れたりとか、マツさんはどれが好きなの、食べ物的に。マツはゆで卵がすごく好きです、ね。あとペレットも大好きで、ペレットも好きなんだ。ご飯探すときに、口の中にこの探したペレットをパンパンに詰めながら他のご飯を探していきます。大事そうにも口と両手にパンパンに詰めながら、かわいい、ご飯探してお気に入りの場所で食べたり。へまでいっぱい選択肢を作って、本当だ、登るの上、登ります、いいね、居場所がちょっとでも増えて ね、そうだよね、木の上みたいな感じだもん ね、あ、なに、キュッキュッと、キュッキュッと、いろんなところにね隠すことでご飯探しに動いたり、心も頭も動くから大事ですよ。フランスアルトーさんちのサンプルとアイルさんち、いっぱいボルダリングついたしね、上の方にはね。ルトンさんはどの食べ物が好きなの？ルトンはですね、人参がやっぱ一番好き。人参好きって結構珍しい。みんな残しがちなのに。やっぱ違うもんだね。やっぱりあと、まあ、葉っぱつけると葉っぱの方にもよく行きますね。このご飯の設置は1日1回なん？いや、2回やってます。朝と何時に？朝と、まあ、夕方ぐらいですね。夕方、違うよな、1回と2回で。あ、そうそう、この消防ホースのさ、はい、変わったフィーダーはさ、ほじくるの？ほじくる、これです、これはですね、ほじくるっていうよりかは、まあ、引っ掛けたりして小松菜とかを、ああ、そういうことか、はい、でそれを、まあ、ちょっと簡単ではあるんですけど、なるほどね、はい、ちょっとこんな感じです。ああ、それのために作ってみた、はい、あ、中にで、あとはまあ、確かにほじくるみたいにここに入れたりすることもあります。へー、はい、こんな感じですね。大変、入れるのも大変。これブラブラしながら取るってことだもんね。あ、そっかそっか、木の枝にいる感じ。そっか、すごいな、地道になんか居場所が増えてんだよな、棚とかな。ねえ、なんかこう木枠を作ればね、選択肢が増やせるんですよ、皆さんね。コンクリだからって諦める人いるけどね、木枠作れば、木枠最強。あとルトンが一番好きなのは、一番あっちの部屋なんですけど。そっか、今3つ使ってんのか、はい、素晴らしいね。もうお亡くなりになったらぶち抜いて広く使うのが最高の仕上げですよ。あっちのボルダリングもやるの？ボルダリングはですね、一応つけてみた、つけてみたんですけど、全く使ってない。いいな、やだね、やってみるっていうのがいいよね。そう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 、ルトンさんのためを思ってやってみたっていう。特にやらないってことも分かった。そうで、ね、いいネタできたしね。でもさ、急にやったりするじゃん、動物さんって。そうです ね、でもやっぱボルダリング使わないにしても、ご飯とかは置いたり、あ、そっかそっかそっか、そっか、ボルダリングの使い道。はい、あの下がってる白いバケツは何ですか？あ、これですか、これはですね、まあ、上とかにペレットをこんな感じで、あ、こっちにも穴が開いてるので、この中にも入れたりして。へぇ、難易度が高そうだな、取るの大変。そのさ、塩ビ管のでっかい輪っかが不思議だったんだけど、巨大塩ビ管、これは、なんか段ボールみたいな生地で作られた、なんか丸い輪っかで、すんごい丈夫で硬いので、崩したり、あ、そういうことか。あ、
ンダモンキーさんのリドさん、ピザを活用中でございます。そうそう、立って活用ってことで筋肉も使った感じ。あ、なんかすごい透明のカビ付きのフィーダーもあります。いろいろあるね、リドさん。探してます。あ、ゆで卵美味しかろうよね。美味しそう。ミサオザルさんのさくらさんも出てきて、飼育員さんが設置したご飯を満喫中でございます。家にもね、居場所作って、これだけでも違うからね。そしてフードを持ってきて、こうしてみた。昆布も使ってみた。入ってた？昆布に。お、どんってしたら出んのそれ。キャベツいってみる？たくさん見つけてます。 あの部位の中から何かを見つけたようです。あ、何かを見つけたようです。